大学のサークル仲間とカラオケに行った時に撮ったものだという。画面に映っている4人の男性、奥の男性がマイクを持ち、手前の3人が肩を組んで合唱しているのが見て取れる。だが一番手前の男性に回された手、不自然に1本多いのがお分かりになるだろうか。この男性は現在右腕を失っているという。バイクで転倒したのだ。誇らしげに賞状を掲げる2人の男女。投稿者たちの写真サークルの作品が賞を受賞した時に撮られたものだ。おそらく大変にはしゃいでいたのだろう。その騒ぎに惹かれて霊が寄ってきてしまっている。画面右上、ガラスに反射するように映っている男性の顔、これは浮遊霊である。まだ力は弱いため特に害はないが、いつまでも保存しておくと危険な場合もある。